はい、大山です。本日は都立、狛江、神代、調布、南、この3校をがっつり分析していきます。こちらにある通り、この中で、 進学実績のの伸びがが凄ままじいことになってるのがありますもう先に答えを言ってしまいましょう。調布南です。今年の進学実績がかなり躍進してるんですよね。で、この3校、交風面においても結構個性はあったので、3校の交風面での比較、あとは進学実績の比較、最後にカリキュラムを見ていくと今後の方向性の違いも垣間見える部分はあったので、この流れで今回は解説していきます。ちなみに3校の昨年度の倍率がこちらです。調布南が がかなり倍率下がっちゃったんですよね人代とか狛江に持ってかれた印象ですやっぱり高側面での自由さがあるっていうのと国際性を強調してると女子人気が上がるっていうイメージは僕の中であるので特に女子人気は取られちゃったのかなぜひ調布南には今後女子受けのいい何かを作り上げてほしいな何かは知りませんではこれから細かく解説をしていきます はい。都立、狛江高校、都立、神代高校、都立、調布南高校。今回は1校ずつではなく3校をまとめてのスライドにしています。まずはアクセスから見ていきましょう。駅からのアクセスは3校ともかなり近いです。狛江高校から見ていくと、泉、玉川駅徒歩3分、神代高校は徒歩7分、調布南高校、慶応、玉川駅徒歩3分なので、3校とも駅からは徒歩圏内に入るでしょう。で、進学実績とかの話については、今回後に回します。まずは 風面ざっくりとしたところから入りましょうこういったところが気に入って今志望校として考えているという方は大方間違ってないでしょうまずは小前高校運動部の活発さ部活動関連のワクワク感がまあ強いんですよね再三言う通り僕は全く運動ができないんですけど頑張ってこの辺り解説していこうと思います神大高校は高速面での自由さがこの中では図抜けて高いかな運動部っていうよりも文化系が盛んな印象があります最後に調布南です落ち着きって言っちゃ とととちょっががあるるかなという気がすすんですけどただ、神代高校と比較した時には高速面が若干縛り合っても特に構わんかなっていう人たちが集まってる印象はあるのでその分だけ落ち着いた雰囲気というのはあるでしょうこれらを一個ずつ分解して解説していきますまずは狛江高校から見ていきましょう狛江高校部活動の活発さは折り紙付きでしょうスポーツ推薦があるのがサッカー男子公式野球それ以外のところでも実績が出ていたのがラグビーとかあとは文化部で言えば は総局部結構珍しいところが有名ですねあとダンス部に関しては結構テレビ出てたりとかもしてるらしいんですよねはいこちらダンス部の動画 youtube 上に上がってましたまあ、僕は全然運動ができない人間なので人間ってこんなに機敏な動きができるんやっていうアホみたいな感想しか出なかったんですけど実績はかなり出してるみたいですそれ以外のトピックとしては公式野球部が選抜甲子園春の方かな出場できる可能性をいただいたらしいですまだ出れるか確定してるわけではないんですけどこれに向けて今頑て 頑張ってて練習ししるところでしょうかそれ以外にも女子サッカー部も実績出してるみたいなので部活動の活発さそしてこれからどうなっていくんだろうっていう運動関連のワクワク感そこを目当てに入る人は合うでしょうあと学校としては国際リーディング校の指定が入ってます国際リーディング校に指定されている場合大体いい姉妹校と提携をして交換留学なりを行っているみたいです選抜試験を通過した最大24名なので都立高校の中でも結構チャンスが多い方じゃないかなでそれ以外に全員に関わる部分 でで言ったら修学旅行が台湾ですと、まあ、国際的なイベントがあるっていう意味で言ったら、この参考の中では一番強いでしょう。次に、人代に移ります。近年新校舎が建ってかななり綺麗な校舎で過ごせます令和元年2学期から使用されているので、まだ全然新築。体育館、閣議等、プールは令和4年完成。皆さんが入学してから完成になるみたいですね。それと、幸福面では、この中では唯一私服科になってますね。普段は標準服で通いながら、なんかの用事がある時には私服で行け るっていうのはメリットとしては大きいでしょう。その分だけ高速面での自由さがあって髪染めが NG 以外は特にないとかだったかな逆に制限があるとすれば部活動の時間ですね定時制が併設されていますその関係上下校は5時なので運動部を思っきし長い時間でやりたいっていう人はちょっと物足りないかもしれない運動系のキラキラ感を求める人はお前とか調布南に行く人が多いのかな全体として文化系の方が強いイメージがあります盛んな部活としてもダンス とかアコギ部の文化系ですねアコギ部って、要は軽音部ですよね、これ。ツイッターとかを見てると、他の高校と合同ライブとかをやってたりして、部員の人数も多いみたいなので、高校入ったらバンドやってみたいという人はいいんじゃないでしょうか。行事として見ても、三大行事に数えられているものが、体育祭と文化祭と、あと音楽祭っていうのが別個独立してあるんですよね。これ、合唱祭だけじゃなくて、文化系の部活の発表とかもあって、結構盛り上がるらしいです。体育祭に関しても、競技そのものというよりも、応援団の演技が人気を集めたりとか、 前高校と人大高校にイメージしてる青春像が変わってくるのかなという印象を持ちましたあと人大高校に関してこれはただの僕の個人的な文句に過ぎないんですけどここのホームページ見てもいまだに学校のパンフレットが見つけられなくて全然情報が少ないんですよね僕が見つけてないだけかなこの画像とかも去年学校が YouTube に上げた紹介動画からスクショした感じになってます YouTube で見たものを YouTube で解説することに何の意味があるんだせめてパンフレットぐらいは見せてほしいよね、はい 話を戻しましょう最後に調布南に入っていきましょう 高速指導は参考の中ではある方かな言うて都立なので私立と比べて厳しいというわけではないんだけども、とにかく自由が欲しいんですってタイプの人は人代になってくるのかなただその分だけ進路指導とかの手厚さは見ていくとありそうだから、自由で自主自立の気風が強い人代と、少しだけ制限はあるけれども、その分の手厚さと落ち着きがある調布南と思って対比するとここは分かりやすいかなと思います。もちろん部活活とか行事のの発さはあるので そこは心配しなくていいですしかしまあ昨年の進学実績に関しては参校の中で一番キラキラしてましたというわけでここから進学実績についての話に移していきます1校ずつ見ていきましょうはいまずは都立狛江高校例によって最新の合格実績をホームページから拝借しました2021年の合格実績は国公立大学が現役16名現役の例を挙げると東京外国語大が2名やっぱり国際性オシナだけありますねあとは東京農工大が1名と多いところで言ったら東京都立 大が4名総計上理は現役15名 g マーチが現役170名まあここがボリュームゾーンでしょう。g マーチの中では中央大が45名法制大が47名で人数が多いところでした生成明確が現役48名日東駒線が現役213名ここもかなり人数の膨らみはありますが実際のところ g マーチとの閉眼で受けてる人が多いでしょうで進学実績数までは出てなかったんですけど学校説明の動画の中で大まかな進路実績と大学の内訳が載って その二つ勝手に掛け合わせて進学先のグラフを作りました。青が国公立、オレンジが総計上位灰色が G マーチ、黄色が生成無国名、水色がニットをこません、緑色がその他次第というところです。G マーチのラインまでで見ていくと全体の中で4分の1は超えてるところです。このあたりの中堅校の中では順当な合格実績を出していると思います。次に陣大高校に移りましょう。ただ陣大高校は現役生と基礎生の合計の数値しか載ってなかったんですよね。 おいもうしょうがないのでこれを読み上げていく形になります国公立大学は現役浪人込みの4名東京外交大1名出てます東京都立大にも1名合格を出ている次第上位に移ります総計上位が現役浪人含めて7名 G マーチは現役浪人含めて82名清々明学は現役浪人込みで32名ニット駒線が現役浪人込みの96名ここでもまだそこまで膨らみがないのでそれ以下のいろんなところに受かっているのかなという印象はありますがランク ででままととめるる、まああがボリューームゾーンではあるのかな最後に調布南を見ていきましょう国公立大学が現役12名既卒3名でした例を挙げると一つ橋に1名受かってますねあとは電気通信大1名横浜国立大にも1名東京都立大が5名です総計上里は現役10名早稲田7名で結構多いねどこがすごい伸びたかというと G マーチなんですよね現役121名出してますこのランク帯で100名超えはなかなかすごい名は現役38名 と駒んが現役135名で長封南何がすごいかというとそもそも学年の人数が違うんですよねこれは募集人員今年のものなんですけどこの代の人たちの募集人数も変わりませんでしたこのランク帯とこの人数でさっきの合格実績はなかなかすごくてはい各ランク帯ごと合格者数を表で参考をまとめました条件揃えるために今回現役浪人込みで出していますこの代の募集人員に差があるのでそこを比率で調整して人数を小前に揃えてますねその の数値で見比べると、狛江高校と神代高校も決して悪い数値ではないんですよ。ただ参考の中で、G マーチとか生成無国名、このあたりの数値が調布南が一番になっちゃうんですよね。まあ、これ現役浪人込みなんでちょっとわかりにくいですかね。一旦ここで申し訳ないですが、神代高校さんにどいてもらって、狛江と調布南で比較します。今、現役のみの数字になってます。ここで見比べると、もう狛江とほぼ互角っていうか、なんなら調布南の方が増えちゃってる。右側に出してるのは駒江 のの進学先のグラフななななんでですけどおそららく調布南も変わらないようう。感じになるでしょう一応、狛江高校の名誉のために言うと、狛江高校が低いというわけではないんですよ。これ今、円グラフいっぱい出しているのは、これまで紹介した高校の中で進学先が公表されている学校の円グラフです。国公立総計上位 G マーチ、要は灰色のところまでで見ていくと、狛江高校、目黒とかイグサに比較すると、G マーチ以上が多くなっている。それよりも上のランク帯、例えば昭和だったりと、双子の とと比較するる減ってくる要はランク帯として見た時には極めて順当な合格実績を出していると言えるでしょうここに偏差値ランク帯で見たら下に位置する調布南が並んじゃってるんですよねじゃあ例年こうなのかというとやっぱり今年の伸びがすごいんですよこちら都立調布南高校の現役のみの合格者数4年度分出しましたこれまでのところと令和3年度比較すると特に G マーチなんか合格者数2倍以上になってますからねここれねななんんでこんなに今年 伸びたたののかっってていいうのを色々容易に考えていったんですけど正直言うとはっきりとはわからないんですよねコロナ禍で上京してくる人が減った分どの都立高校も次第のところは伸びてるんですよただそれに関してはどの高校も同じ中で特に突出した伸びを今年見せたのが調布南ってところなんですよね、まあ、これが2年3年続いていくんやったらほんまにすごいなーってなるんやけどまだ現状今年の子たちすごかったねっていうところでしか語れないかなただたまたま今年すごかったっていうにしては 伸びすぎやろそれぐらいのポテンシャルはそもそも持っている高校なのかなと思います。 で、ここからはカリキュラムを見ていきます。まず狛江高校。2年次数学 B と古典探究。ここは分離問わず必修になっています。選択科目は理社のみですね。このランク帯の中でかなり一般的なカリキュラムだと思っていいです。特徴があるとすれば、1年次に数学2まで入ってくるので、数学の進度はちょっと早めてるのかなという印象。で、次に深大高校に移ります。深大高校は古典と数学 B が分離で分かれるような形になってます。文系であれば2年次に数学の負荷が減るし、理系で あればですねでこの形なんですけど今通っっててるる人のものもから変わってるんですよね今人材高校に通ってる人たちのカリキュラムがこちらです令和3年度までのところでは文系でも数学 B は選択できたし理系でも古典は一応入ってたんですよねでそれが今年からより分離がはっきり分かれる形を想定してるのかな要はこれよりりにシフトされてるような印象はありますもちろん皆さんが入学したあと調整される可能性はあるし選択できるようになる可能性は はあるんですけど分離はっきり分けて時間数を増やした方がいいよねって話になったのかなで最後に調布南です古典数学 B が分離問わずある上に2年次数学 C まで入ってますねその分だけ数学2が一単位分減ってるような形かな選択は理者のみになっているのは狛江と同様この数学 C の一単位って今通ってる高校生の人たちが数 B で習ってるベクトルの部分なんですよね来年度以降高校生にになる人たちは数学 B ベクトルが数字に移動してくるんですよこの2年時に数字を入れているっていうのは2年時の時点でベクトルまでやりますよっていう意思表示だと僕は読み取っていますおよそ国公立志向を上げていきたい中堅校でこの数学 C が分離問わず2年生に入ってるというのが僕が持っている印象ですはい長くなってしまいましたが最後にこの3校の特徴とかポイントをまとめて終わりにしたいと思います高高面に関してては人大高校が標準服でとというところもあって自由 神大高校は時間がそもそも短め運動面よりも文化面がキューチャーされている印象でカリキュラムに関しては分離選択は理者科目のみになっているのが狛江と長布南で神大高校は現状出ている情報では分離ではっきりと分かれているカリキュラムにはなっていたので次第寄り気味にはなるでしょうその他特徴として挙げられる部分がここ 国際交流とか留学これらを目当てにするんであれば小前新しめの校舎がいいんですという方は神代ある程度学校がリードしてくれた上での手厚さっていうのがあるのが調布南っていう形ですねまあ進学実績に関してはまだ単年度分しか出てないので今後も見ていく必要はあるんですけどそれを出せるだけの手厚さは期待していいでしょうはい最後までご視聴ありがとうございました本日は都立小前神代調布南を分析していきました今後もこのチャンネルでは受験や勉強に関して有益な情報を発信 していこうと思います。気に入っていただけた方はチャンネル登録お願いいたします。では大山でした。